ベースの秋吉です。今日はですね、防音室でどれだけベースを使って防音されるのかっていうところですね、実験していきたいなと思ってます。ここはですね、神奈川にあるミュージシャンのための物件っていうことでですね、結構音出してもいいよっていうね、謳い文句の物件なんですけれども、その中でもですね、実質にある室内にある防音室をですね、どれだけ防音されるのか、音を防いでくれるのかということですね、やっていきたいなと思います。こちらにですね、その大家手作りですよ、こちらの物件の大家の手作りの防音室があるわけですけれども、早速ですね、この中にベースアンプを設置してますんで、ボリュームを1ずつ上げながら弾いていきたいなと思ってます。それではですね、まずはこの中をですね、ご案内したいと思いますんで。じゃじゃん、こちらがですね、なんと大家自らが作ったっていう手作り、こうしっかりしてるんですよね。見た目はものすごいしっかりしてますね。で、こちらにベースアンプをですね、ガリム3ペグでワイヤレスを使っております。ボリュームはですね、とりあえず1から始めていきたいと思いますんで、じゃあ1に設定して、他の EQ はですね、とりあえず12時に5にしておきますんでね、それでやって弾いていきたいなと思っております。さあ、どれだけベースが漏れるのか漏れないのか、しっかり締めてですね、やっていきたいなと思ってますんで、皆さんもぜひですね、今使ってるのはですね、撮影使ってるのは iPhone ですので、どれだけ音が聞こえるのかっていうのをね、皆さん一緒に、見ていただければなと思っております。それでは弾いていきます。ベースもボリュームはとりあえずマックスにしておきますね。いかがだったでしょうか。私のですね、体感としては、ボリューム1ですからね、そんなに上げてないですから、奥の方で、ちょっとうっすら聞こえてるかなっていう感じですね。ほぼ防音されてるかなと。っていう感じでございました。今レベル1ですね。じゃあそして次はですね、レベル2にしていきたいと思いますので、皆さん少々お待ちください。こちらワイヤレスでやってますから、こちら2にしたらもうこちら反映されますからね、少々お待ちください。それでですね、アンペグのアンプのメモリをですね、2にしました。それではこちらの設定も変えてません。ボリュームだけを2にしました。それでは弾いていきたいなと思います。いきます。やっぱね、2に、したらですね、割と、近くで鳴ってるなっていう感覚はありますね。低い部分が特に聞こえてくるかなっていう感じはありますね。どうでしょうね、振動で割と、鳴ってるなっていう感じはありますけれども、まだうるさいなっていう感覚はないですね。レベル2でも全然大丈夫じゃないかなと思いますね。ということで、じゃあレベル3にやっていきたいなと思います。おそらくね、防音室の中ではもうね、2とか3ぐらいでもう十分じゃないかなと思うんですよね。それ聞こえ方的にはね、結構しっかりなってるなっていう感覚ではあると思うんですけれども、どんどん上げていきたいと思います。
それではですね、アンペグのボリュームを、ね、3に上げました。それでは早速弾いていきたいなと思っております。まあ2から3に上げましたから、割とその大きくなったなっていう感じはありますね。外の大きくなって聞こえてきたのかなって感じはありますけれども、まあ思った以上に2から3はそんなになんか、まあ、あの漏れてる感はないなっていう感じはありますね。体感的にはですね、さっきの1から2の方があの聞こえ度は大きくなったなっていう感覚はあります。はい、それではですね、レベル4にしたいと思います。さあどこまでね上げれるかっていうのもありますけれども、まあ防音室の中ではやっぱもうね、もうこのぐらいでも十分なんですね。結構なってるなっていう感覚はありそうですけどね。それではですね、4でやっていきたいなと思います。ちょっとね、4になってこれで弾いて、中で、聴いていただこうかなと思ってますんでね。あ、しっかり聞こえてきますね。しっかり、しっかり輪郭がね聞こえてきますね。はい、ということでですね、まあ、レベル4ぐらいになったらもうかなりの、近くで聞こえてるなって、まあ、割ともうそばで鳴ってる感覚はありますね。じゃあそれではですね、実際に中でどんな感じになってるのか、まあ中も聞き比べていきましょうということで、さあ、はい、先ほどのね4ですね、4のままに今設定してあります。4のままに設定してあります。見えますかね、見えてるのかな。4にしてますけれどもね。じゃあそれではですね、ちょっと顔が見えないのかもしれないけどね、弾いていきたいと思います。あ、めっちゃ鳴ってる、すげえな、思った以上鳴ってた。もう十分ですねこれね。ここが4で、先ほどのね聞こえ方っていうことでありましたら、まあもう本当にここの部屋でこのぐらいでも十分じゃないの。まあ2でも結構なってんなって感じがするな。今、レベルはですね2ぐらいですね。いかがだったでしょうか。まあ、割とですね、思った以上に僕もあのこの中に入ってみたら、あ、鳴ってるなっていう感覚、あの大きいなっていう感覚で、外で聞いたら、まあ、そばでは鳴ってる、もちろんあの完全に漏れないわけはないと思いますので、しかもベースは結構漏れますからね、抜けますから振動もあるしね、っていうことで、うん、なかなかいいですよ。なかなかレベル3とか2とかやったら、全然ここで練習してもね、まあ、他のこうシェアハウスですので他の部屋もありますから、まあ、全然演奏しても問題ないんじゃないかなっていうことですね。大家に、報告してきていきたいなと思いますので、そのうちですね大家にも出ていただいて、まあ、いろいろね防音で面白いんですよ。
この物件の至るその隣接した部屋の部屋の間だったりとか防音加工されてますんで、床だったりとかもなんかされてるみたいなんで、そこら辺もですね、私のその動画の方から伝えていければなと思ってますんで、ぜひですね皆さん、もしよければチャンネル登録しながら引き続きよろしくお願いします。ちょっとですねレベル4までで、まあ本当はレベル10どうなるのかとかってやってみたかったんですけれども、さすがに苦情来るかなっていう感じですね。ちょっと1回だけ10やってみましょうか。さすがにちょっとこれをね引き続けると、ちょっと私は袋叩きにされるんじゃないかなっていうところもありますからね。ということで、またですね、こういう防音室を使った実験でどれだけ音が漏れて隣の部屋ではどういう風に聞こえてるのかとかね、他の方が住まれてる方が、許可をいただきましたら、そういう動画も撮っていきたいなと思ってますんで、まだですね引っ越して1週間ぐらいしか経ってないんでですね、そんなにまだ勇気は出てないんですけれども、はい、ということでベースのあきよしでした。チャンネル登録待ってます。よろしくお願いします。さよなら。